何でしょう。今あのポコピーフィギュアを販売というか受注生産で、はい、販売させていただいております。ホタルコーポレーションさんっていうところなんですけど、はいはいはい。で、結構ね買ったっていう報告をいっぱい聞きますよ。いや、ハッシュタグポコピーフィギュアで、あのツイッターでみんなツイートめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ポンポコのがちょっと作るの時間かかるみたいで、ピーナッツくんより。あ、そうなんですね。そうで、ピーナッツくんだけ、はい、全部先にできちゃいました。届いた、写真がね。届いた。ちょっと、あ、これ、あ、でもダメか、これ集合体恐怖症の人ダメかもしれない、ね、え、なになになに集合体、あ、じゃあちょっとちっちゃくしよう。集合体恐怖症、いや、フィギュアってすごい可愛いですよね、可愛い。ピーナッツくんのこれが面白くてですね、フィギュアの、ほら、あー、怖いなんだこれピーナッツくんが、おーいって、旅立ち前っていうファイル、デトロイトじゃんいや、このホタルコーポレーションさん面白くてね、変異体になる前のデトロイトじゃん本当だ、まあ、こんなんいろいろね、ホタルコーポレーション優しいから、いろんな画像旅立ち前とか言ってくれるんだよね。いや、怖い、これ集合体恐怖症じゃないですから、これ別に大丈夫 だよく見たら大丈夫だから、目とかじゃないから、はい、うわ、でコメント欄ちょっと荒れすぎだって必勝、必勝は言い過ぎだ気持ち悪い。これ1月の11までだったかな、まで恐怖映像、黒画像じゃないわ。よかったらお願いしますって1個目の報告ですね。はいはい、こんな感じで、こんな感じで、あのホタルコーポレーションさん、ピーナッツ、ん、ピーナッツくんだけ買った、ほとんどペアで注文してくれてるらしいんだけど、はい、あのピーナッツくんだけを買った、はい、人にポンポポコさんが、あ、違う、はい、ポンポコだけを買った人、ポンポコだけのフィギュアを買った人に、はい、ピーナッツくんがポンポコさんが寂しがると思うのでって言ってピーナッツをつけてくれているんだよね、っていうサービスもちらほらついて、あの落花生ね実際のそうっていう感じで、ね、かよ。なんかあともう一つちょっとあの引っかかることあったんですけど、え、ホタルコーポレーションさん、いやいや、ホタルコーポレーションというか、うん、あのポンポコのフィギュアだけ買ってるやつどういう神経普通だろ、普通じゃない、今この配信見ててさ、うん、普通にポンポコのが可愛くない、どういうこと、正常な、ポンポコのフィギュアだけ買ってるやつ、うん、ポコピーだったらポンポコ派ってことそりゃそうだろいやー、それがね、分かりやすいのがありまして、最近100の質問、はい、みるみるうちにポンポコの方が再生されてるんですわ。いやいや、どういう神経、やったーいやさすが、よかった。いや、ポンポコチャンネル、なやかピーナッツくんが好きですね、多いな、うっすら感じてたんだけど、ずっと感じてはいたんだけど、ポンポコチャンネルっていう名前ない以上ね、さすがにプライドがありまして。いや、ポンポさんさ、あそこの再生数バチってたんすよ。いや、再生数バチってたじゃないじゃんあのさ、あれ上げるときにさ、うん、いや、僕はね、もう分かってるよ、うん、もうポンポコさんの方が再生数は伸びる、もちろんね。あ、そうなんですね。そりゃね、あ、そう、分かったんですね。いや、絶対伸びるじゃん、はい、そっちの方がって言ったら、はい、いやいや、もうマジ自信ないから、いや、マジもう、いや、もう最悪や、ピーナッツくんの方が絶対伸びんねん、これ最悪や、ああ、もう最悪や関西弁の再現はやめろ、お前どういう神経、お前なんで最初はピーナッツくんの方だったんだよ、勝った瞬間、うえーどういう神経いいじゃん、ピーナッツくんはピーナッツくんのチャンネルで含み超うめとかやってんだけど、ポンポコはあれなんだよどっちもやっぱ共同でやってるでしょ関西弁で再現だけは二度とするの分かったか、いやいや、二度とするな、ずっと言ってたじゃんあれそんな言ってねああ、面白い。